こんにちは、カワピです。カワプ人生でリーグやっています。時々リアタイムやっています。これまでの戦績はこんな感じです。 OB 第2弾がやってきました。このゲーム最大の楽しみといっても過言ではない毎年の OB セレクションですけれども、広島からはシュルツ選手ですね。いやー、こう来ましたか。投手の外国人であればバリントン選手とかミコライオ選手とかベイル選手とか、その辺を想像していたんですけどね。先にシュルツ選手を出してくるとは。立方体いいセンスしとるやないか。能力は完全なる球威型、球威制球系150にありますから、純正ではお代理確定でしょう。リアタイはこれどうなんでしょうか。ストレート持ってたらってとこですかね。固有持ってるのか。おお、立方体いいセンスしとるやないか。今のカープ人生リーグオーダーがこちら。今であればここですね。スピ4300、松本選手と交代になるでしょう。ガチャは30連で S ランク OB ランダム確定。イベントプロスピヒーローズですか。ランキング報酬にありますね、トツコーチ。ってことで今回も500位マーストですね。というわけで今回はガチャ動画になりますが、その前に全選手サクッとコメントしておきましょう。赤堀選手、ダルセルバージョンと同じですね。これはイデホ選手3年ぶり登場、そのうちオリックスバージョンも登場するでしょう。西武ホアシ選手が来ました。球威スタミナへ同時が可能で中継ぎにも置ける、これは貴重かもしれない。山崎選手、今年も楽天、2年前の中日バージョン貴重なのかもしれません。ロッテは薮田選手、メジャーの記憶持ってるんですかね。糸井選手、今年は日本ハム。八重樫選手来ましたね。ってことは古田さんとポジションかぶると。まあキャッチャーかぶっても全然不思議はないと思いますけどもね。古田さんが何かしらのセレクションで選ばれているパターンもあるかもしれません。ローズ選手、2年ぶり登場、これはミスフル大チャンスですね。浜中選手、弾道アーティストっすか。確かにわかる気がする。巨人高橋選手、3連連続ですね。巨人で3年連続登場は OB では初ですね。中日岩瀬選手、これも針穴決める大チャンスですね。それでは10連目いってみましょう。はい、今回シュルツ選手でしたね。意表をつかれた感がありますが、広島って中継ぎが OB であんまり出ない傾向があって、過去8年で2人目ですね、横山さん以来。今年のカープ人生球威コンボは硬いかなって状況になってきましたね。さあイベントボーナス上げたいんで S ランク引きたいところですけれども、これはないっぽい雰囲気。渋いな渋いな。最後は渋いな。おい、OB1 人だけ、 B だけ。20連目今回投手が来てくれたのは良かったですね。カープ人生野手はもうスピン4400おおむね揃ってきてますんで、投手の方がオーダー強がはかどるんですよね。ここからの OB3 段、そして年末にはコラボセルもありそうですけど、投手と来てくれた方がありがたい状況です。 S が来てくれません。ならば A をください。お、シュルツさんの B、 ありがとうございます。おい、全然出ないんですけど。最後攻めて OB で。おい、渋くないか立方体。絞ってんじゃねえだろうな立方体。30連目、はい、ここで母体を当てたいですね。イベントがプロスピヒーローズなんで、しかも経験値 1.8 倍ですからね。育成しながら走れるわけですけれども、これランキング中絶対素材枯渇するやつですからね。ここでシルスさんをぜひ育成したいです。お願いします。さあカメラ来い。来ないか。2枚抜きもないっぽい感じだったしな。 A の B を、おっと、家中の人コメントしにくい。おい、 A ランク渋くないか。最後シルスさんをください。フォアシマン、ありがとうございます。いやー、何にもなかったな。何にも起こんねえ感じだったな。はい、ポイントボーナスも 280% で継承もできねえし全然ポイント伸びねえんですけど、まあこのイベボで頑張ってみますわ。次は累計開封やりたいですね。ライブでやると思うんで、またぜひ見に来てくださいね。それではあざした。